中年オタッキーです。今日はねこのカメラの紹介をする予定だったんですけどね、このキヤノン AE1 の紹介をする予定だったんですが、これね何も聞いてなかったんですけど突然送られてきました。そんなわけで開封動画にしてまいります。はい、これね実はねまだはっきり誰か分かってないですよ。以前ね、iPhone がねデータクラッシュしたっていうのをねお伝えしましたけど、私iPhone で全部ねこのプレゼントを送ってくれた人とかね連絡先が分かってる人のね管理をしてたんですけど、ハンドルネームと実名が違うじゃないですか。だから両方覚えれないんで、その iPhone で登録してたのに iPhone のデータが飛んじゃって、ちょっとまだ誰か分かってない誰か分かってないですけど、とりあえずなんか、手がかりがないか開けていこうと思います。よいしょ、よっと。さてよっ、なかなか厳重に、ん？これ嬉しいな、単純に嬉しいな。このゴム付き手袋ね、レンズを開け、レンズをオープンするにも使ってますし、仕事にも使ってます。お気遣いありがとう。結構たくさん入ってるぞ。結構たくさん入ってる。むちゃくちゃたくさん入ってる。もうものすごく使うから、もういくらでもあったらいいんですけど、これ結構一番使いやすいやつですね。うわ、嬉しいな。いや、よく分かって、これは初めてのパターンだな。で、なんか、カレンダーが入っております。碧南市のカレンダー。ほほー。ワークマンのカレンダーですね。ワークマン碧南店のカレンダーが入っております。ありがとうございます。よっと。で、確信はというと、お、随光レンズだ。よいしょ。135mm ですね。ちょっとカビはありますが、十分使えそうですね。うん、ちょっと清掃が必要ですが、 135mm の E 随光オート T135mmF3.5 が入っておりますね。これは、オリンパスのカメラがまた動くことになるぞ。よいしょ。で、まだ手袋まだ手袋が出てくる。手袋何足入ってるんだ、これすごいな。これはなんだ、これなんだろう、なんかステッカーが入ってるな、なんだろうな、これマイクロパック、なんかよくわからないステッカーが入ってるな。ちょっと後で見ようかな。んで、ボディが入ってますね。ずっしり重いボディです。結構重いぞこれ。あ、ヘトリですね。あー、これ先日ね、もう誰か分かりました先日ね、ヘトリをね送ってくださるという方が、あ、これチャック開けるのか、変わってるな。ん？これどうなってるんだ、このケースはどうなってるんだ、開け方が分からない。あ、こうなってるのか。これペトリペンタ V になるのかな。でも僕が持ってるやつとちょっと違うね。この間ね、なんだっけかな、何の動画だったっけ、ペトリが使えないっていう、あれライブだったかな。その時にね、ペトリあげようかってね、送ってくれた方がいたんですね。
シャッターボタンはここなんですね、ベトリはね。よいしょ。今のところはシャッターは走らないのかな。うん、全開になってますね。これはちょっと修理が必要ですが。来ないな。うん、これはちょっと修理が必要ですが、使えるように頑張ってやっていこうと思います。すっかり夜になってしまいましたが、まあ夜になったってね、ちょっと今、元同僚とね、お茶してたんでね、まあ時間が経ったっていうのもあるんですけどね。で、まずこのカメラですけど、どうやら、シャッター膜のリボンが切れているようです。シャッター膜をね、先膜はもう巻き取られてしまってて、後膜をね、無理やりこう、元の状態に戻して、シャッターが切れた状態に戻して、巻き上げて、巻き上げるんですけどね、先膜がついてこないんで、おそらくはリボンが切れてるんじゃないかな。ということで、このままでは使用できないんですね。これ、ペトリペンタ V2 になるみたいです。で、まあ、このままで使用できないんですけど、私、ピントの精度が狂ってるペトリペンタ V を持っています。これとニコイチにすれば十分使えると考えて、ちょっと研究しようと思ってます。時間はかかるかもしれないんですけども、有効に使える可能性が高いということで、おそらくシャッター膜リボンは同じだろうと考えるんで、こいつにシャッター膜リボンを移植するか、それともペンタブをそのペトリペンタ V に移植するか、まあ、その辺を中心に考えていこうと思ってます。有効に使わせていただきます。ありがとうございます。レンズの方はね、カビはこれないです。カビはね、カビは全然ないですね。全くないです。ただ、ホコリがすごいんですよ。まあ、これじゃ見えないかな。多分ね、このままでもね、巡光では使えると思いますが、一応分解してね、ホコリを取ろうと思います。これね、コパ落ちもね、まあ、ないことはないんですけど、ほぼないっていうぐらいのレベルですし、随行のね、OM システムのレンズの中では比較的状態がいいレンズだと思います。で、以前からね、135mm 結構使えるということで、またコンパクトですよね。これね、随行の 135mm すごいコンパクトで使えると思いますんで、分解してね、ホコリを取ってから使っていこうと思います。本当にね、今回、デルアマさんありがとうございます。また手袋がたくさん入ってたのが嬉しい。結構手袋ね、この仕事消費しますんでね、ありがたい。本当によく分かっているというかなというか、ありがとうございます。本当に助かりました。で、ここからは、作品投稿のコーナー行きましょうか。作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日は侍ジャパンさんからですね。2枚、1枚目のタイトルが廃線路の午後って読むのかな。で、2枚目が鎖っていうことで、昨年の11月頃霧の降り出した翌日の晴れ間、今は住宅街に埋もれた廃線路、カメラは富士カ ST801、 レンズは EBC 富士の 55mm F1.8 フィルムプロビア100、鎖の方も102、富士カ ST801、 EBC 富士の 55mm F1.8 プロビア100使用ということですね。で、作品なんですけども、2枚ともね、かなり好きな感じですね。特に1枚目のね、その光の感じといい、霜が降りている場面といいね、ただ霜をもうちょっと、強調したかったところではありますが、まあレンズ的にちょっとあんま近くは撮れないかな。で、鎖の方もね、前側にピント合わせて背景ボケを使った写真になっておいて、これ左側に光が入っておって、光がいい感じに撮れておりますね。ただもう一押し欲しかった、なんかもう一押しアクセントが欲しかったな、難しいとこではありますけども、モノクロで撮っても面白かったかな。ちょっとそこは難しいところですね。ありがとうございます。サムネジャパンさん、ありがとうございます。次は一都市九さんの作品で2枚、1枚目のタイトルが雪解け、2枚目が発電機、
カメラはどちらもニコン FM3A、AI ニッコール 50mmF1.4S、バビロン13で撮られておりますね。で、作品なんですけどもね、これ雪解け1枚目の方なんですけども、風景写真になっておりまして、雪が溶けていってるところなんですけど、これ僕ものすごく好きですね、この写真ね。何が好きかって言ったらわからないんですけども、光も特にないのかな、これは。ただその雪が溶けていく、その切なさがよく表されてると思います。2枚目の方はちょっと微妙になりますね。これ発電機なんですけども、もっと大胆にね、カットした方が良かったかな。被写体としてはちょっと弱かったかもしれないですね。はい、千歳さんありがとうございます。次、有坂さんの作品ですね。おたぎさんこんにちは。フィルム写真を撮る機会がなかなか作れないため、スマホで撮った写真をフィルムチックに加工したお気に入りの一枚投稿します。下手なフィルムフィルターよりもフィルムに似せられたと思うんですが、iPhone XS で撮影。わけがわからなってきましたが、よろしくお願いします。ということで。タイトルは寒中水泳っていうことなんですけども、ちょっとね、スクエアフォーマットの写真になってますけど、確かにフィルムチックに写ってますね。デジタルっぽくないです。これどうやって加工したのかな？寒中水泳ということで、もうちょっと泳がしてあった方のところですけど、1話だけ泳いでるのかな？これ学校のプールかなんかですね。スマホ写真でもね、こんだけフィルムチックな加工はできるんですね。多分これインスタグラムかなんかにアップした写真なのかな？はい、有坂さん、ありがとうございます。次がね、ケンちゃんさんからの作品で2枚。作品投稿です。タイトルがね、1枚目が初頭、2枚目がご時世ということでね。カメラはね、キャノン7、50mmF1.8、富士カラー100ということですね。1枚目。2枚目が、京セラズーム90、コダックゴールド、200、ということですね。写真なんですけども、このキャノンセブンで撮られた、万博公園の池ということなんですけどもね、これなかなかのディテールで撮られておりますね。これ素晴らしく映っております。もうちょっと光が欲しかったところですけど、そこは贅沢かな。なかなかいい感じに撮れておりますね。ディテールが素晴らしいと思います。で、2枚目の方なんですけどね、2月7日まで休業させていただきますというご時世ということですね。まあでも緊急事態宣言は延長されてしまったんで、このお店3月7日まで休業するのかな。そこはどうかわかりませんけど、まあご時世が現れてるところだと思いますね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。次がね、テラーさんの作品ですね。今日1枚、前回ちょっと眠たくなったっていうね、と同じスリーブになりますね。タイトルが休憩、カメラローライ35、フィルムがコダックトライ X400 ということですね。で、作品なんですけども、確かにやはりちょっと眠たい感じなんですよね。この間のよりはちょっとマシかな。ピントのピークは分かるようになっておりますが、通常ね、このぐらいの写真だともっと粒子感が出るような気もするんですけどね。でね、一応ね、ちょっとシャープネスを上げてみました。まあ、スマホアプリなんで、今ちょっと出してますけど、どうでしょうね。ちょっとわざとらしくなる感じかな。難しいところではありますが、これもうちょっといいアプリがあったら綺麗に加工できると思いますね。スキャンがちょっと弱かったら、シャープネス化できるアプリ、まあ、フォトショップとかね、その辺のアプリでシャープネス化を上げるという可能、まあ、やり方もあります。あんまり、まあ、フェアなやり方ではないんですけど、まあ、仕方ない部分も多少はありますんでね。スキャナーの性能を補うというか、お店で出すとね、大体ね、今ね、600何十 DPI ぐらいでね、スキャンすることが多いと思います。これ600何十 DPI っていうのはあくまで L サイズプリントのことを考えたスキャンサイズでね、そのスクリーンとか、そのモニターに出すにはちょっと弱いんですね。できれば3200ぐらいの DPI が欲しい。それ4800あればね、まあ、完璧に近いものがあるんですけども、そのぐらいのスキャンはちょっとお店ではなかなか難しいかもしれないですね。特にモノクロフィルムだったら、
フィルムスキャナーを購入するのがおすすめかもしれませんが、そんなに頻繁にスキャンするんじゃなかったら、そうですね、持ってるデジタルカメラでデジタルデュープを試すとか、まあ方法はいろいろありますが、デジタルデュープの方はね、ちょっと僕も研究しなきゃいけないなということで、そのみんながスキャナーを買うっていうのは難しいですけど、デジタルカメラ一眼、デジタル一眼を持ってる人も結構いますし、デジタル一眼が安くなってますんでね、安いデジタル一眼で デジタルデュープ専用にマクロレンズを用意するとか、そういう可能性もなきにしもあらずなんで、今度ね、一応僕マクロレンズ持ってますんで、デジタルデュープもやってみようかなーって考えております。スマホでね、一回デジタルデュープやってみたんですけど、スマホはちょっと厳しいですね。画質的に厳しかったです。シャッタースピードもね、制御できませんし、ね。はい、今日の作品投稿のコーナーはちょっと話脱線しましたが、ここまで、ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、俺のカメラのコーナーね、ちょっともう待機者が8名になってしまいました。すいません、一気に来ちゃってね、こんなことあるんだなと思ってね、ちょっとびっくりしておりますが、そんなわけで今日は2名紹介します。ねまずトップバッターがね、のりかずさんでいいのかな、お疲れ様です。初俺のカメラのコーナーにお願いします。カメラはマミヤ 353F2 になります。ハードオフのジャンクコーナーにシャッター動きませんと書いてあったのですが、カメラの形に一目惚れして分鎮になってもいいやと思いながら購入。家に持ち帰ってチェックするとやはりシャッターは動かず、分解、清掃、注意をしたところ5回に1回はシャッターが切れるようになったので、フィルムを装填して試写してみましたが、1本目を取り切る前に再度動かなくなり諦めましたが、同じカメラがジャンクで見つかれば再度修理にチャレンジしようと思うので、やっちまったコーナーにはあえて投稿しません。カメラの写真は少しメカニカルな色が欲しかったので、おたきさんの動画をモニターに映しながらその前にカメラを置いて撮影しました。おたきさんのブルーのシャツの色がカメラに反射して、あーなるほど、これ僕の動画の前で撮影したんですね。ちょっと面白いかもしんない。マミヤ35ね。マミヤのカメラはね、シャッターが粘ってるのもあればね、絞りが粘ってるのもあったり、結構粘りが出やすいと思います。完全分解するのがおすすめですね。ただこのね、マミヤのね、シャッター機構が結構、分解が難しかったりして、以前僕 マミヤのルビーだったかなの分解で大失敗して潰してしまった経験があります。あれレンズが取れなかったんですよね。で無理に回してたら、あの絞り機構が壊れちゃったという、そこで分もうジエンドだったんですけど、まあ分解するんだったらね、あの慎重に分解してください。あとね、シャッターが切れないのであれば、温めるっていう手もないことはないですが、温めたら今度油がね、シャッター膜に、あの、絞り膜に回ってしまう可能性もあるので、もうギャンブルになりますね、そこはね。はい、のりかずさんありがとうございます。次がね、佐賀 B28、名古屋さんからの投稿ですね。中年おたき様、お疲れ様です。佐賀 B28 名古屋です。間隔が短いですが、また俺のカメラのコーナーへ投稿です。今回は先日ジャンクとして入手し、プリズムの世界等で快適に復帰したコニカ A-COM1& ヘキサノン 50mmF1 ってのはです。入手時ファインダーの曇りなどありましたが、ガラス面の清掃だけでいけると思ったのは甘かった。いくら磨いてもほぼ変わらず、よく調べるとプリズム内が青く濁っているので交換しかないなと。手持ちのプリズムでほぼ同じサイズだったのが CPU 暴走で壊れたキャノン AV1 から外したもの。接眼部の上部を削り取る必要がありましたが、ダイヤモンドビットつけたリューターでなんとか同じ形に。少々苦労したものの乗せ替えることができました。乗せ替え後の晴れ渡るファインダーに感動。写真何枚か送ります。コダックのエプロンの上ではフィルムメーカー同士でバッティングしますね、ということですね。一番最後、これリューターで削ったってのがすごいですね。本当にね、修理のテクニックがね、羨ましいですね。リューターとか僕もう、そもそもリューター持ってないですしね。電動リューター以前持ってたことがあったけど、壊れてしまったんですよね。で、電動リューターってね、もともと弱くてね、あんまり削れないんで、結局エアリューターが欲しくなるんですけど、エアツールをさすがに持つのも、ことはできないですね。まあ、お金もかかりますしね。
まあ、そんなわけで、今日の動画はここまでになります。ちょっと予定をね変更しましてね行きましたけどもね、あの手袋も大概嬉しいんですけど、まあ、いろいろと嬉しいことがありまして、何よりね、もうあの、送っていただけるのが本当に嬉しく思ってます。これね、あの、いただけるのもそうなんですよ。プレッシャーを感じるっていうのもあるんですけどね、これ頑張って動画作っていかなきゃいけないなということでね。で、チャンネル登録者ね、あの、本当にね、あの、コメントの方にも、この間書いてありましたけど、あっという間に50人増えるとか、もうそういうレベルの話になってきてね、もうどんだけね、あの、伸びていくんだっていうね、ちょっとね、逆にビビってるっていうか、まあ、ビビってる部分はありますけどね。で、ちょっとね、時間をね、その、撮影とかですね、写真撮影とか、その動画撮影の時間、を確保するのが非常に難しくなってます。まあ、ツイッターとかでもね、言ってますけどね、まあ、公私ともに忙しくなっておりまして、まあ、ギリギリのところで今やってるんですよね。で、クオリティがちょっと下がりつつあるんで、なんとかしなきゃいけないなとは思ってるんですけどもね、現状で限界なのでね、ある程度はご勘弁いただくっていう部分もあると思いますけど、まあ、結構ね、コロナ禍でね、その、トラック走る距離が伸びてるっていうのもありますし、時間がかかる仕事が増えてるっていうのもありますし、家の用事もどんどん増えてね、苦しんでおります。なんとかしなければいけないな。まあ、そんな感じでね、まあ、愚痴を言っててもしょうがないんですけどね、頑張っていこうと思います。次の動画はね、もう来週になってしまいますけども、A1 の、動画になっていきます。ほんで、今週はね、なんとか頑張ってこのカメラは取り切りました。これね、なんだっけ現場監督ですね。もう最近ちょっと物覚えが悪くて困るな。もう年だなって感じなんですけどね。まあ、来週はその AE1 の、写真を撮影した写真と、現場監督ね。現場監督の作例と、2本立てになってくる。またライブもう1回ぐらい行くかもしれないですね。で、今日のことなんですけどね、ライブ動画がね、消えてしまいました。これね、ちょっと、スマホのね、YouTube のアプリがおかしくなっててね、もう何度もインストールとアンインストールを繰り返してるんですけどもね、その操作の関係でちょっと消えてしまったんですよね。まあ、もうね、コメントとかたくさんいただいてるのにね、本当に申し訳ない。もうライブね、もっと頑張って増やして、埋め合わせしていこうと思いますので、また応援してください。よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちくださいませ。それではごきげんよう。さようなら。